信画面を待機画面から配信画面にどうぞ今開けてください。いきますよ。最後から白だし止まるからね。3、2、1スタート。はい、どうもお待たせしました。実は20秒前ぐらいから空いてました。はいなんかどうも裏側が入っちゃったみたいな。いや裏側と言いつつ思ってよ、あれは。せやな。うん、はい、お待たせしました。お待たせしました。どうも、黒身の工房の米玉と応援ムーブです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。また音量バランスとか何かあったらコメントで教えてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと俺が大きい、ちょっと下げる。よいしょ、これぐらいかな。下がってもらおう。下がってもらおうか。よいしょ。でよ、こっちをこうして、頭が真っ白になった、毎週水曜日の雨の配信、今日もやっていきましょうということではい、熊田さん大輝ありがとう。山田さん大輝ありがとう。ありがとう。あぶにあぶに高評価ポチありがとうナイス高評価ありがとうございます。あぶにも使いこなして高評価申してくれありがとうThank you。 あぶに買ったな。熊田さん小雨いらっしゃい。いらっしゃい。ゆいしゃさん休憩中に小雨いらっしゃい。ありがとう。来てくれて休憩のお供にまったりしててください。山田さん、こわめいらっしゃい。山ちゃんもこわめいらっしゃい。こわめ、こわめ。はい、今日の配信は天の声でスタートしましたけれども。はい。はい、まさかの、ね、プロデューサーの、ね、声が入ってました。しかも、あの、話してる途中から入るっていう、このね。斬新なあれ。行っちゃったんや。はい、まあまあっていうね、スタートをしつつ、今日もやっていこうと思うんですけど。はい、まあコメント欄にもあるんですけど、エディトラリベンジじゃないのねってことなんですけど、まあ前回、はい、まあまあまあ悲しき事故が発生しまして。悲しい事件だったよ。まあ、米玉1ミリも被害受けてないんですけどあの主に葵が 200% ぐらいの損害を受けましてですねはい、全てを失いましたね、ガチで、はい、このマイクラビルゴサーバー、ビルゴサーバー、ビルゴファミリーサーバーに入ってから培ってきたものすべてを失いました、まあ、強くてニューゲームが始まったということで、はい、はい、そうで、まあ前ね、エリトラ、米玉のエリトラを取りに行ったんですけど、まあ結果、うん、ね、そう今コメントもあるけどマイナス1ということで、はい、まさかの減るっていう、はい、僕のね、はい、エリトラがなくなるということで、うん、で、まあ、結局ね、あの 取れへんかったから、また今度リベンジしよっかって話をしてたんですけど、今日は一旦ね、はい、今日は一旦、ね、通常通り雨玉配信やろうかなと思います。原点回帰。うん。一旦ね、あの、やっぱ2週続けていくと、やっぱこう、記憶がフラッシュバックしてしまって、やっぱよろしくないので、うん、ちょっとまだ傷癒えてないから、俺の。ちょっと、うん、ちょっと今治療中なので、うん、ちょっと今ね、一旦ね、もうちょっとだけ。うん、一旦実家に帰ろうじゃないかということで、うん、そう今日はね、洋館での作業をね、まったりやっていこうかなと思いますので、よかったらみんなもお昼のお供にゆっくりしていってください。よろしくお願いします。音量 OK ありがとう、 Thank you。 そう、米玉はね、ヒヤッとしてましたね、はい、昨日先週ね、 ね、記憶新しすぎる、記憶新しすぎるなよいしょ、何してたっけ、これでもあれや、先週終わった時のまんまや、これ一旦ね、一旦実家帰るわ。自宅に帰ります、一旦。一旦ね。一旦ね。建築会社社員用のインベントリにせなあかんからな。あ、そう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 、やっぱね、出勤の時はやっぱりね、やっぱ制服とかさ、備品持っていかないとやっぱいけないからさ。うん、準備がいりますからね。準備がいりますからね。そう、悲しみがね、あるから心のリハビリがちょっと一旦大事ということで。はい、心のリハビリもやし、あの、物理的にね、何もないから今青いマジで何もないな、あのバブちゃんやからあの残されたのは、うん、あのエンダーチェストに入った、うん、のエリトラで飛ぶ時用のロケット花火だけ悲しい何の役にも立たへんくなったロケット花火だけがある、うん、
まあ、消し済みとは言わんけど、多分ね、うん、残りがね、残ってるだけっていう遺品遺品です、これは。そう、ベビームーブ。今だってワンちゃん全くマイクラをしてない音符の方が強い説あるからな、今。なんなら、うん、なんならね、うん、そう、見るたびに悲しくなっちゃうやつ。お墓建てたら、葵も。お墓建てるか、お墓の数多すぎるわ、多分。墓で一個家建つ。集合墓地にするか。なんか何個建てたらいいんやろう。10じゃ足らんと思うな。足らんな。静岡クルーのマー君、こんにちは、お疲れ様です。いらっしゃい、どうも。お、こんにちは、こんにちは。白出しのリスナーさんかな。かな。はじめまして、クロミドロはじめまして。いや、前見てくれてなかったっけ。あれ見てくれてたっけ。やばい、俺の記憶が。さん、先ほどはどうも。ああ、先ほどだった。ああ、いらっしゃい、ありがとう、来てくれて。どうもどうも、白い引き出しと同じリアトメンニング組グループで活動しております、はい、クロミドロ工房の米玉です、よろしくお願いします。あ、一人だけ挨拶行っちゃうパターンや。行っちゃった。と、青いムーブです。あ、よろしくお願いします。白引き出しです。天の声の白引き出しもね。そう、画面上は2人だけど実は3人いるっていう、この、そう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 、うん、遊び大勢の時に来ましたって。あ、なるほどね。あ、だから俺やりゃ、それで俺が見たことあんのか。初めましてやったんや。なるほど、なるほど、ね、先日は来ていただきありがとうございました。ありがとうございました。どうも、米玉と申します。うん、あの名言が生まれまくった遊び大全ね。遊び大全、うん、マジでおもろいあれ。うん、ちょこちょこ見てた。朝ハーカね。朝ハーカ。失礼。ノーン。ゲホゴホ。ヒーローのアストさん、初見です。こんにちは。いらっしゃい。いらっしゃい。初見さん、いらっしゃい。はじめまして。どうも、関西のリアトム4人組グループで活動しております、クロミドロ工房と申します。メンバーの、よろしくお願いします。米玉と、青いムーブと、白い引きなしです。ああ、よかったよかった。ちょっと焦ってる天の声がいたな。焦ってる天の声、やっぱ準備が。でもヒーローのアストさん、なんかお名前見たことある。お。あら。ようこそ。ようこそ。勘違いかな。わからぬ。んだろ。でも初見って言ってくれてる。もしかしたらどっかの枠とかで来てくれてるかもしれない。別のね、チャンネルの可能性もありますけど。うん、白出し出すか一応。まあ、確保ということで、初見さんは。うん、いらっしゃい。いらっしゃい。初見さんも1名入ります。いらっしゃいませ。お通しの。お通しの、いや、お通しの、ね、お通しのカルビで捨てようと思ったんやけど。カルビ。カルビ。うん。白出しの画像出そうと思ったら、横向いてた。なんで？わからん。横向いてた。なんで？ああ、これあれか。あれや、これ回転かけてるわ、多分。白出しの。白出しの画像出そうと思ったら、こうか。こうだ。やった。うん。何や、白引き出し。でかい。でかい。誰よりもでかい。でかだしや。うん、でかだし。よいしょ。あ、ほら、やっぱり白出しちゃんのチャンネルにお邪魔したことあるって。あー、なるほどね。やっぱりそうだ。ありがとう、来てくれて。いや、グループのチャンネルまで来てくれるのめちゃくちゃ嬉しい。うん、まあ、どっかのね、誰かのリスナーさん、メンバーのリスナーさんが来てくれるたびに、来てくれたーって言ってるもんな、俺ら裏でいつもね。うん、嬉しいって言って、へへ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 、ふふふふ、よいしょ。あと一人ご挨拶できればコンプリートです。なるほどね。なあ、確かに確かに。 YouTube じゃないからな。そうなんよね。そうなんよね。あと一人、まあ、でもあと一人、あの、結構な頻度で配信してるから、ほぼ毎日やってんちゃうかな。やってると思う。2日に1回ぐらいのペースかかな。どっちかっていうと毎日に近そう。
まあ、1週間の隙あらばつけてるもんな。うん、過半数はやってると思う。まあね、ご挨拶できる日は近いと思われます。概要欄にねリンクあるんでね。メンバーの、うん、ぜひチェックお願いします。よろしくお願いします。スイちゃん、こまめいらっしゃい。作業のお供に失礼します。あ、ちゃんと羊までつけてくれてる。スイちゃんいらっしゃい。いらっしゃい。ちゃんと今日も3人います。いはい、作業のお供にゆっくりしててください。今日は作業雑談なのでね。はい、春太郎いらっしゃい。おはよう。おはよう。久しぶり。元気？超久しぶり。元気？お久しぶり。おはよう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 。いいね。いっぱい来てくれてる今日。嬉しみ。俺何をしたらいいんだ？何がいるこれ？荷物整理ですよ。何もわからない米玉。バーサスダークライ。俺の勝ちやないな。マンツーマンやで。マンツ、タイマン。タイマンか。三スクミにはならず。うん。よいしょ。一旦カンカンしようか。音符さんの配信行きたかったんやけど、うまいことアプリ入れれなくて断念しました。あら。あら。マジで？ツイッチややこしいんかな。からん。どうなんやろう。アプリ取ってアカウント作ればいけると思うんやけど、うん、ブラウザで行くっきゃねえか。まあ一旦ブラウザもありかも。ブラウザで登録してとかもありかもしれへん。いや、わかった。音符を YouTube に持ってきたらええ。そういうこと？一旦そのチャンネル閉じてもらって、うん。なるほどね。まあ、こっちが寄り添っていくスタンスね。そうそうそう。うん。まあ、うまくいかなかった。認証系かな。一番ありえそうやけど。どうなんやろ。音符の、いつぞやの習慣クロミドラに書いてないかな。なんか、あの、Twitch の登録方法とか、よく書いてるイメージあんねんけど。ああ、書いてるね。メンバーコラムな。かもしれん。うん、よいしょ。 X で週刊クロハッシュタグ週刊クロミドロで検索したら多分出てくるかな。いくつかてか全部出てくるか、うんうん、そう、普段クロミドロ工房週刊クロミドロっていうデジタルマガジンを毎週日曜日に更新してて、はい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 、はい、そうなんですよ。そう、表紙とメンバーコラムと特集っていう3部構成なんやけど、そのメンバーコラムにおのおのメンバーが1週間であった出来事とか、来週こういうことするよみたいな告知を書いたりとか、あとは日常の日記みたいな感じでいろいろ書いたりしてるんやけど、うん、そうなんだ、なるほどなるほど。その中の音符のコラムのところによくツイッチでこういう配信してるよっていうのを書いてて、なんかツイッチはこうやって登録できるよっていうのを書いてた気がするから、一回見てみてもいいかもしれない。うん、ぜひチェックしてみてくださいな。チェックしてみてください。お願いします。ツイッチと YouTube 同時配信でいいんじゃない。音符次第やな。音符に音符にそっか、同時配信ってできんのかな。うん、できんねん。できると思う。見ています。ぜひぜひちょっと一回見てみて。いつの回かはちょっと分からへんけど。白だしちゃんにご飯屋さんでの12時23分に予約の話を聞いて仲のいいメンバーなんだなって思ってます。23分の話な。え、俺これ盛り上がってた。俺この話俺知らんな。なんでやねん。いや、なんでやねん。いたやん。あれ俺いたっけ。普通にゲラゲラ笑ってたやんか。ああ、あれか。はいはいはい。思い出した。別人かと思ったわ。あれね、12時23分に予約した話なんかなんかあったっけなって思ってた。忘れてるな。思い出した今、うん、そっちね。あれはおもろかったな。人目もはばからず笑ってたもんな、あの時。あのちょっとオシャなカフェで大爆笑してたもんな。ゲラゲラして声響き渡らせて。いや、もうちょっとなあ、笑ってたら多分机叩いてた可能性あるからな。バンバンバン。さすがにミスやったからやらなかったけど。
よいしょ、8日に着きました。はい、ナイス。あ、向かいます。はい、うん、今日も天の声のダッシュちゃんは絶世の美女だし、スタイリッシュだし、カーボだし、葵さんはクールでイケボでイケメンだし、お米さんは落ち着く癒される声やし、イケメンやし、よし、これまだ続くか、もしかしてよしで終わってる。よし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 、感謝、よしよし、うん、よしよし、感謝、よしよし、うん、箱推しの私からしたら個人イヤンホンをなくした、イヤンホンをなくした、なくしたってよ、うん、目の前、目の前やん、コメント途切れさせてしまって、うん、申し訳ないです、ほんと。まあでもイヤホンなくなったらやっぱ声出ちゃうからね、やっぱね、うん、あ、ここか。箱推しの私からしたら個人配信からのメンバーのチャンネルに来てるリスナーさんがいるとニコってなるね、嬉しいよな、来てくれてるってなるよな、押してってくれよな、箱。いやでもグループまで見に来てくれるってほんまに結構すごいことやと思ってるから、いやマジでそうね、ほんまに今来てくれてるみんな本当に感謝しかないですね、本当にありがとう、いつもありがとうございます、本当に、うん、ね、なんか一人がきっかけでグループにまで興味持ってもらえるってなかなかそう、なんかなんやろ、やっぱ大きいさ企業の方とか見てると、まあなんか自然な流れって思うかもしれへんけど、これって結構すごいことやと思う、個人ですから、そう、結構すごいことやからねこれ。ありがとう、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 ありがとう。さあ葵が来るまで俺は洋館を走り回っています。今ちょっと待ってくださいね、今さっきからあの、うん、裏でわちゃわちゃしているんです。裏でわちゃわちゃしている、表でわちゃわちゃしないよ。確かに。玄関開けようか、玄関開けて外でわちゃわちゃ わちゃわちゃしてくる、あれあれ、なんか通話聞こえへんかな、もしもーし、あれ、あ、よし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 、あれ、もしもーし、よし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 、もしもーし、あ、ラジさん、コアメいらっしゃい、コアメいらっしゃい、ありがとう、来てくれて、よかったらゆっくりしててください。コアメコアメ、ラジさんいらっしゃいのコアメには葵が反応したな。あれ、もしもーし、あれ、ちょっと聞こえへんな、ちょっと玄関開けに行くか、ちょっと一回ちょっと離席するわ、ちょっとごめんな、ちょっと玄関開けてくるわ。ブリ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 プリプリしてる。そう、リアルわちゃわちゃ、そう、リアルわちゃわちゃ突しに行こうかな思ったけど。つながっております、こちら。つながっておりますか。オーバー。オーバー。こちらも聞こえております、オーバー。間違えた。間違えてる。間違えてる、了解。間違えてお、コメントが来ちゃった。あ、間違えてんね、だいぶ。間違えました、オーバー。さあ、青ちゃん待ちでーす。あー、俺待たれてる。いいよ、全然ゆっくりで。もはや押し出しちゃう。たくさん押すねって。押しすぎやね、それ。押しすぎたか。うん、押し出し。俺ら押し出せるかな？パワー強いぞ、俺ら。まあ、あんまり動かへんかもしれへん。あの手この手で耐えるぞ。踏んじばって。うん、何を使って、あの手この手で。何をしてでも耐えるぞ。なあ、これとこれと。なあ、エリトラ内の不便すぎる。想像の5倍時間かかってる。あ、どっちから来るでしょ、やります、あ、確かにやるか、ここでいいか、じゃん、じゃあ来たぞ、右か左どっちから来る、みんな右か左かどっちから来ると思う、みんな、青い、うん、階段上、はいはい、左左、はい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 、いいね。うんうんうん、俺右かな。俺右やと思う。右から入ってくるってことね。うん。下に落とされるとかないかしら。この短時間で真下掘ってくんの。建築の才能ありすぎやろ。すごいな。じゃあいいですか。後ろあえて下から。なるほどね。おお、おるやないか。すげえ、正解。おめでとう。あれ、未来予知いる。後ろでした、おったわ、
すぐそうやって背後取るんやからついね、癖になってんだ。あ、癖になってんねや。うん、人の背後取るの。後ろ、確かに後ろかと思ったらいたわ。お待たせしました。到着しました。いらっしゃい、うん、こんにちは。こんにちは、青いムーブです。すべてを失った青いムーブです。はい、その意味はもしかしてプレーンですか？プレーンです。プレーンか。 今だってお米ダイヤ装備揃ってるでしょ。うん、俺これは残ってたのよ。エリトラつけてたから来てなくて。はいはいはい、行きます。はい、ガシャンガシャンガシャン。あら、始めたぜ。昨日始めた人、絶対もらったやつやね、この胴体の装備。誰かから、うん、誰かにもらったよな。誰かにもらってんな、これか。めっちゃレア引きしたけどあんまり価値分からず来てるみたいな。あー、なるほどね。始めたてで1個だけ持ってるレア防具みたいな感じになってる。これベビームーブやね、これ今。あー、うん、おぎゃ、生まれたてです。おぎゃ、義務おぎゃやな。義務おぎゃやめて。建築に関係ないですから。まあ確かにね、オギャったって、別にオギャったって関係ないもんね。できたもん、できればいいですからね。いいですからね。これだけ手元残ってんのおかしいやろ。そう、あんた目の前に防具あるやん。背後取るらしい。あ、これか。お、えんか。あ、強そう。えんか、貴様の、貴様のそのヘッポコみたいなやで、えんか。強そう、やめよう。失うもんなもんである。今俺はやるぞ。えんか。いや、銃を下ろしな。俺下ろさないけどね。怖っ。銃を下ろせって銃構えてるやつに言われるの一番怖い。俺は下ろさないけどね。うん、ファイ。まあ葵がね、俺の装備を取ろうとしてくるなら、まあファイやね。ファイやな、その場合は。その場合はファイやな。うん、そう、胸当てだけはね、エリトラと入れ替えたから残ってたみたい。そう。そう、やっぱね、背後を取る人らしいから、まあ、気をつけな。エンドでは背後を取れなかったと。うん、うん、ももくさん、こまめいらっしゃい。やっほー、こまめいらっしゃい。やっほやっほー、いらっしゃい、いらっしゃい。まあ揃ったということで、はい、今日はどうしますか。建築していきたいわけなんですけど、はい、どちらよ。な、何してたっけな。私と一緒に、うん、建築を確認したね。見た。なんかいろいろ、ここはこうはどう、あはどうって言ってたけど。言ってた。私何も覚えてない。俺も何も覚えてない。何もしてた。米玉はどうですか。俺も何も覚えてない。何やったやろ。俺ここの配信、ここの感想コンボは覚えてる。あ、感想コンボ覚えてるな。U なるほど。A。うん。USA。そうね、汚しの技術を知ってもらったな。そうこの辺に、あ、ね、この辺にあれじゃない、角にかぼちゃ積んだりとかしたらあって、ゆりだね、食料積んだりとか。うん、素材探しの冒険に出る。あ、逆にね。そうだって今言ったらさ、石と木ぐらいしかないやん。はいはいはい、はい、あそこに持ってきたやつってないね。ね、それってこう壁を変えるとかはできるけど、うん、その何おしゃれにしていくためにはまあ何もないやん今。そうやな、確かに。ちょっくら冒険に出てみないかい。30分ぐらい行きますか、冒険に。うん、それこそかぼちゃは1個心当たりあるんやけど。かぼちゃの島があるから。そうやな、昆布とかないしさ。ないないない、海藻とかいっぱい焼かなあかんやろ。しかも焼かなあかん。なんか海の中のものを陸に上げてくるのも良さそうやし。確かに確かに。行きますか。植木鉢とかやるんやったら植物とかさ、花とかさ、うんうんうん、この前白出しにちょろっとね、ここ贈呈しとこわなー言って入れてもらって、このハンモ系が入れてもらってるけど、足らんもんな。カラフルな花とかはないし。ないない。ガラスとかを使うんやったら砂とか砂利とかも必要になってくるし。うんうんうん。ってなると冒険か。一旦ちょっと探索に行きますか。じゃあ日の光浴びに行きますか。いいよ。よっしゃ、慰安旅行ね。慰安旅行、慰安旅行に行きましょう。はい、の、はい、はい、忘れちゃう前に、はいはい、あの、いいっすか。
はい、急に急に、はい、どうぞ。急にダウナー系になった。失礼。ああ、体を乗っ取られたそれ。この辺のさ、この入り口の枠はいはいはい、あるやん。どこどこだ、うん、前は何とも思わへんかってんけどさ、うん、なんか柵とか使ってちょっとなんか縁取ってあげたりとかすると新しい知見、のっぺり感が、うん、なくなりそう。はい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 、なるほどね。確かにこれこれである必要ないもんな別に。うん、これそのままやでな。洋館こんな感じやった、もともと。うんうんうん、ちょっとなんか入り口をな、全部扉にしたらさ閉塞感生まれちゃいそうやけど。確かに確かに、このガバッと開けたまんま、うん、ちょっと装飾するのあるよな、ね、うんうんうん、確かにその辺の音出すのありかもね、うん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 、っていうのがねいいかなと思って。ありがとうございます。僕絶対覚えてられへんから配信に残しとこうと思ってすいません、メモ代わり記録されました、記録されました、ありがとうございます。みんなまたあのよろしく俺ら覚える気ないの、みんなよろしくよろしく、あの白出し社長があんなこと言うてましたよって言って思い出させて俺たちに。うん、福山さん休憩中にこんにちは、いらっしゃい。おこんにちは、こんにちは、こんにちは。今日はまったり、おこんにちは、まったり建築雑談配信で、今から建築の素材を30分ほど集めに行こうかって話をしております。はい、うん、ちょっと冒険出ようや、うん、なあなあ、そう、苔むしたなんとかとかね、草とかもね、ハサミいるな、ハサミ持ってこう、うん、いるね。ただいま、この前何がダメだったのか分かんないぐらいスムーズにツイッチ登録できました、ありがとうございます。 およかった、ナイスナイス、なんかあったんかもね、かもねいいね、初登録やね、うんうん、え謝られた、あまりにも無防備な口笛で。無防備な口笛って何、うん、我に返った白出しがめんあまりにも無防備やったな今。なんも考えた口笛吹いてああ配信中や言って、あごめん言うて、うん、面白いね君、失礼しました君面白いね、君面白い、あれ鉱石なかったっけ、ないんちゃう、あ鉄とかはあったと思う、あったよな、どこ行った、こっちかえ、なんか一番高いとこになかったっけ、取りに行くと、ある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 、ある、あ、OKOK、 青木さん、ツルハシとスコップはあるのって、見てよこれ、どれ、あっと、じゃーん、あーちゃんと持ってる、えらい、あの時シャベルは手元に入ってなかったっていうのと、なるほどね、でだからほらポライデントもあんねん、ポライデントだけ唯一パ行で生き残ってる、あーえ見て、あーチェストプレートも残ってるけど、なるほどね、ペストプレート、ペストプレートとポライデントだけ残っててでシャベルこれエンチャントかかってるけどマックスじゃないからまだピャベルじゃないねんな、あーパ行の名をパ行の名をまだ完してないんや、そうそうそう、エンチャントフルマックスでパ行仲間入りやから、はい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 、ちょっとまだなんやけど、なるほどね、まあ、強めのシャベルとはいはいはい、これはプレーンのダイヤモンドのツルハシプレーンねうん、よいしょ、いいね、持ってるみたいやわ取れそうだったら光苔も回収してもいいかも、確かに、ああ確かに、前ちょろって言ってたもんな、いいね、よハサミを作る、ハサミいつでも手元で作れるからいいんじゃないか、え2個やろだって、ほんまや、まあまあいいじゃないか、まあ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 いいじゃないか、のび太くん、誰が伸びたいいじゃないか、のび太くん、誰が伸びたい、誰が喋ってんねんそれ、ドラえもん、ドラえもん側、ドラえもん側がまあまあたまにはって言うんや相場客やろ無防備の口笛社長安い安い、警戒した口笛とかある、確かに逆にねいいかな、口笛は全て無防備か、警戒して吹く口笛って絶対良くない場所で吹いてるやろ、今吹いてもいいかな、うん、吹いてもいいかな、バレへんかな
ュッシュッシュッシュッよしその状態で吹くなよ抑えろよ口笛吹きたい欲を。その警戒した口笛ってそういうことじゃない今吹いたらあかんけどバレへんかなバレへんかな今こそっていけるかヒュッヒュッどういう状況みたいなやつやん絶対あんま聞かへんな、うん、あんま聞かへん、うん、ゆいさんこみだらいらっしゃいやっほーこみだらーやっほーいらっしゃいこみだらあっち行くかいらっしゃい OK あーでも俺あれやないんだよ君は水中も遅い人や頑張って頑張って泳ぎなそうなんかあれ人いる俺はもう前にいるけどねおおいるねうんそう米も会議とか集会中とかここだ俺の方が前にいるけどね俺の方が早いけどねあ早くそ今の俺には勝てないぜ夜だやばいタイマー松明ないタイマー松ゼロや俺手元にもない一本だけあげようじゃ作れません私んとこ寄っていきな確かにいいや手に入れたよ松明 そこに生えてんね松明ここに生えてるで松明これは取った赤いやつじゃんか自生してる自生の松明って存在するこれ何取りに行くのこれ海藻なんか役に立ちそうなもんいっぱい持って帰ろう OK 痛いえまったく。まったく。お尻に刺さっちゃった。構えとこ。うん。よいしょ。自然のものをさ。そうやね。取りましょうよ。なんか良さげなもの。なんかこっち海やったと思うねんな、多分。いや海沿い走ろ。海じゃなかった。海岸に。海じゃなかったわ。えなぁ、なぁ、めちゃめちゃ木続いてる。なんでこの木だけさ、色違うん。え、これ何白樺。あ、白樺か。僕ら始めた人最近。なんかこのあれだけバイオム違う感じなんかなって一生思っちゃったあなるほどねそんなことあるまあ俺のボライレントが火を吹くぜお痛そうそうやろ痛そうどんな感想痛そう痛そう音が派手やそこ何あ何もないわよいしょ川なんかないかなああれあるで鳥であるで鳥でえ違うわ何あれえあれ何何それ誰かの家セシルの家あれえこんな近いっていうあおちゃんがおらんいやワンチャンあるいますよ後ろにあー目合わしちゃったエンターマンと何をしてたの望遠鏡で覗いたら来たなんかいると思って覗いたらこっち見てたってるなまあやまあやほっといていいやうんよいしょセシルの家じゃないでもあれさすがにそっかこんな近いんやなんか知らん間に近づいてきてんねんなこんな行ってみるか行ってみるあ襲われてますよあなた恐れ多いおい恐れ多いおらー当たらへんかおらーえこいつか暗いあかんもうどっか行ったあいつあらいるな後ろいるなどっか行った OK よしおいかきほらあたたたたつあたたたたつあちゃ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 こんなに近くに水があるのにほらういナイス海とかなら2人でボート乗ってブイブイ言わせるのもいいですね確かに確かにねブイブイ作戦もあり一旦見に行くドロップ増加もないんかだから近く行ってみよう久しぶりにいいよよいしょな遠くから覗いても来るっぽいわエンダーマンでもちなみにあの目はビタハマりやったの完全にピッタシャってたドンピシャやったのど真ん中にいたもんなドンピシャやった目の相方はよいしょよいしょよいしょ
でもさっきコメントであったんやけど、そう、2人、はい、じゃあメンバー同士は家近いんやっけっていうコメントがあったんですけど、はい、あの激近です。びっくりするかもしれんけど、うん、激近です。激近やね。葵とは、葵白田支度と米玉宅は徒歩5分ぐらいで、そうやな、うちから温分地も20分もあれば、そうね、20分、うん、全然徒歩で行けちゃうぐらいの、うん、あいつの夢青いより強いぞ、光ってる、あ、落としたか、落としてる、あ、落としてるわ、あ、耐久力1でもう負けてるやん、0、もう壊れる、逆に耐久力1ついてんのにこんな限界まで使ってたよな、あいつ歴戦のスケルトンかもしれん、めっちゃ丁寧に打ってたかもしれへん、もしかしたら壊れないようにそーっとそーっとって言ってるかもしれん。そーっとセシルンタクやね、あれ久しぶりや、久しぶりのセシルハウス、なんかもっと遠いイメージあったけど、なあ、こんな近かったんや、な、めっちゃ近い、すぐそこや、割とセシルンタクもおしゃれですよね、おしゃれやね、危な、タクミーター後ろに。絶対に連れてこんといて。絶対にまずい。うん、怖いから離れよ。いいね。ウェルカム。ウェルカム。扉開きっぱなしなおもろい。海外かな。やばい、むっちゃ敵いる。むっちゃ敵いる。帰ろ。タクミーもおった。もう戦いたくない。それはえぐい。人んち爆破させるの一番えぐいから帰る。よし。うん。視力検査の時の気球見るやつみたい。視力検査で気球見んの？見るやろ。え、赤い風船、赤い気球見るやろ。え、視力検査で？うん、知らんの。知らん。マジか。え、何それ？俺の知らん視力検査あるってこと？あなた目がいいんだね。赤い気球って何？地球どこまで肉眼で見えるかみたいな話。いや違う、全然見えんねん、見えるんやけど、うん、ピントが変わんねん。え、どういうこと。え、どういうこと。何それ、ピント合わせ機能のテストみたいなやつってこと。そのどこでピントが張ってるかっていうのを、うん、調整すんのよ。言ったら距離は変わってへんけど、うんうんうん、あれ距離変わってんのかな、なんかそのぼやけ具合を変えて、はいはいはい、あの安全に来た、めっちゃピント見えるところとビタハマりで気球きれいに見えるところと、うん、ぼやんぼやんのやつとっていうのを切り替えられんねん、なんか、へえ、なんか何かしらのテストをされてる、それで目がついていくかどうかみたいなことか。そうそうそう、まあ、どの何程度でピントが合ってるのかをチェックされて、うん、であの視力測られてメガネが作られるわけですよ。あ、なるほどね。あ、でも書いてくれてるわ、気球はメガネ作るときに見るオートレフ機能、オートレフっていう機械だねって。あ、オートレフっていうんや。名前初めて知った。すまん、あのメガネかけへんからわからへんわ。そうやんな、これ目悪い人しか経験ないんかな。せやな、え、普通の健康診断とかのやつはちゃうもんな、 C やもんな、あれ、うん、あれ C やね、右とか左とかだけやもんな、うん、赤いやつはその多分乱視の度合いとか近視遠視とかをチェックするために。あ、そうね、多分コメントで書いてくれてるわ、測定する機械って近視遠視乱視を、うん、なんかウィンウィンって言って変わる。全然知らん世界やそれ。そんなんあるんや。すまん、目が すまん、目が良くてっていうマウントか。おい、メガネかけへんからちょっと、すいませんね、目が良くてって言ってるのか。知らん世界やった。俺毎回健康診断で視力検査を楽しみにしてるから、ね、いつも。あ、やべ、点滴来た、視力検査来た。どっちかって言うとローキー、ロキア動体視力のチェックきた。あ、やっぱ上に向かって投げたから全然返ってこへん。あ、
開けた。よかった。振り絞って頭を、はい、あーめっちゃ飛んでった。やばい飛んでった。行く、早く帰ってきて。丸腰や。よかったよかった。あ、気にかかった。あいつやっちまってくだせ。届かへん、気引っかかってる。やっちまってくだせよ。おらんなった。あら静かや。朝を察知して帰ったか。あ、いるわ、そこに引っかかってる。よし、朝焼けだ。来年行きやがれ。いや、混んでええよ。あ、ちょっとえぐい、えぐいって。火の玉飛ばさんといて。お仕事行ってきます。マイクラ楽しんでください。いってらっしゃい。福山さん、山ちゃんもお仕事戻りますね。はい、頑張れ。ありがとう、いってらっしゃい。ファイト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 。ちょうど朝焼けや、痛い。八だ。いってらっしゃい。ちょうど朝焼けや。八だ。八か。うん。ちょっと花。うん、花ももしかしたら、ポッピーが欲しいファミリーとかさ。ね。いるかもしれへんや。うんうんうん。赤もらっとこう。赤は2人、3人。うん。赤ってでも、少ないな。ピンクとかさ。せやな。赤紫っぽいとかはあるけど、真っ赤っておらへんのか。なかなかね。自分も仕事戻れます。ゆいしゃさん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。ありがとう、来てくれて。頑張れ。自分のペースでね、無理せず。明るい。明るいわ。底なしに元気な人いるわ。うん、まあ自分のペースでね。うっ、取れた。捕まえろ。種。鳥のための種。種を出すんだ。ああ、ダメ。種。コップないの、コップン。あ、コップンある。コップンあるけど。コップンその辺に巻いて草を生やしてくれ。種ってこんな出へんけ。ああ。種ってこんな出へんけ。飛ぶな。コップンを。なあ、ジャングルじゃないのに、オウムいるな。あ、でも一応遠くにあるわ、ジャングル。あれか。あれから来たってこと？遠いところから遠路はるばる？青色やし、しかも運命的出会いじゃない。仲間になるためにやってきたんや。あ、ならへん。仲間にしたい。仲間に。すでに誰かがテイムしたやつ、まあ、説もあるけど、どうなんやろ。オウムかってる人そんなもん。いや、でも。よね。うん。人気ないところやしな。うん。松明もないし。待って。種2個。2個出たわ、種。3つや。4つや。どこにいるの？あ、いた。はい。飛ぶぞ。飛んでる。え？あ、懐いた。ああ、じゃあ痩せや、やっぱ。よーっしゃー。おー、いいねー。お前。おー、いいね。運命的出会いやん。てってれん。いいね、運命的出会い。乗り心地いいやろ、この。ダイヤモンドのピアスプレート。なあ、ルちゃんいらっしゃい、コマメ。ナイスー。ナイスー。コマメ。仲間になりました。なあ、野生やったっぽい、ちゃんと。奇跡的出会いじゃない。たまたま一匹ここにいて、たまたまね、しかも青色で。やったぜ。俺が食べるこのポテトの食べかすをこいつもつまんでいます。やったいいね。気球の話をしてから、弊社の回線のせいでほとんど何も聞こえなかったから、アーカイブ確認します。弊社ちょっと言わんけど。おい、弊社。御社。おい、記者。記者とは口には出さんだ。おい、記者のさ、回線どうなっとん？どうなっとん？許せへんな。許せへんな。記者の回線。ネット導入しに行くか、強いネット。うん、クロミドロ回線っていうのがありまして、ケムケネットって言うんですけど。だから絶妙にありそうでちょっと嫌や。いかにもある。絶妙にありそうでちょっと嫌や。株式会社 KMK のオイムーブと申します。いいね、飛んできてるね。飛んできてる。
ええ、バードウォッチングしてるやん。せいで実績解除してんだよあなた。えお前あれは鳥、あれは鳥、鳥です。孫うことなきね。あ、そんな取っとくか全然。ああ、あ、消えた、うん、そう、さっきな、そう、視力の話をしててさ、うん、そう、俺毎年視力検査楽しみやねって話をしようとしてたんやけど、なあ、言ってたね。そう、なんか今年の俺の実力はいかにみたいな気持ちで視力検査受けてるからさなるほどねそう、あのミニゲームでさ、ハイスコア出すやつとかってするやん俺あの、ね、あの感覚で視力検査受けてるからさ、いつもさ、今年は何も出せるかなみたいな、 1.6 いけるか7いけるかみたいな。なそうあー5かーみたいな。そうそうそう、根本的にだからちょっと間違えてんのよな多分ね。楽しんでんねや視力検査、楽しみやな毎回。ちなみに今年、うん、一番最新で受けた結果は右目が 1.0 で左が 1.5 やった。左利き目なんやもんな、お米。俺左利き目やったはずうん、左利き目、お米だけ左やったと思う。そう、みんな自分の利き目って知ってるあんまないよな。あんまないと思うけど利き目ってそもそも知ってる？なんかさ手とか足ってさ、あの利き足、利き手、まあ、利き手は一番分かりやすいな。右利き、そう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 、左利き、右利き、左利きとかさ、利き足右とか左とかさ、あったりすると思うんやけど実は目にもあって、ちゃんと利き目が。みんな自分の利き目知ってる？よいしょ、回想取って帰ろう。俺はね、右目が利き目です。メンバー全員右目よな、俺以外。そう、俺は左やねんな、なぜか。右利きやのによいしょ。もう何年も裸眼で視力検査してない。なかなかね、タイミングないとやらんよな視力検査。そうな俺視力検査ちなみに 0.001 以下ですごいな。数字出えへんかった記憶があるわ、最後の視力検査。すごいなそれ、とんでもない。四捨五入すると 0.00 になって視力失うね俺すごいな、ね、手にも目にも耳にも、耳にもあるの？聞き耳、あ、聞き耳ってこと？耳、ああそういうことか。あるね。へえ、俺取っちゃったっけな、耳。耳分からへんわ、忘れた。なんかあった、調べたなと思うんだけど覚えてないわ俺。知らんな自分の。知ってるけど自分のは分からん、初めて聞いたはい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 。なんかね、いやこれが正しいかどうか知らんけど、なんかすごい簡単に自分の効き目を調べれるやつがあってうんうんあのさ、指でさ、なんか輪っか丸をさ、この OK のさ形わかる？人差し指と、ね、そう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 、親指くっつけて輪っかを作るやん、輪っかをね。で両目開いた状態でなんかあの丸いドアノブとかなんかピンとかなんかちっちゃい丸型のものを、かつちょっと遠くのやつ、ボタンとか超遠い、なんかこの見つめればいいやんな。そう、この親指と人差し指の丸に収まるサイズのものを探してで両目開いた状態でその丸の中にその対象物が入るようにスッて配置すんねん、手をな。例えばボタンを指でこう囲むというか。でできました。はい、でその状態で真ん中にピタッと来てる状態で右目と左目を片方ずつ閉じてみてください。ほんなら真ん中に入ってる方とずれてる方があると思うねんけど、真ん中にピタッ、片目閉じた時に真ん中にピタッと入ってる方の目が利き目らしい。変わらず輪っかの中にある方やな。そう、ちゃんとレティクルの真ん中に
入ってる時が入ってる方の目が効き目っていうんかな。そうです。っていうので調べれるらしいよ。よいしょ。今もなおぐるぐるしててお話ブツブツになっちゃって休なっちゃってるし、休憩終わるんでこの辺にお酒におつあめ、またアーカイブで見ます。あーいてらっしゃい、おつあめアーカイブ、センキュー。弊社の回線頑張れ、御社の回線、弊社の回線頑張れ。よいしょ。聞き目聞き耳って気になって調べますよね。な、うん、一回気になったら調べちゃう、と思って調べるような、うん、教えてくれへんもんな。だって君は左だねとかって言ってくれへんもんな、なかなか。よいしょ。君に調べてたらお米おらなくなったな、不思議やね。こよーっと、これオウムは飛んでるわ、この辺にいるのでは。葵が素材何集めてるんですか。何も集めてないよ今のところ驚きやろ、俺はせっせかと海藻集めてるよ。あ、海藻集めてくれてんだよ、センキュー。わかめはないけどね。以上、ハサミ作って。ためになるお話聞けた、お仕事戻ります、配信楽しんでありがとう、 Thank you、 ありがとう、お仕事ファイト、ありがとう、ありがとう。海や真っ赤の中に米玉さんの顔を配置、右目が聞き耳だ、イエス、そういうこと、イエス、そういうこと、いいね、右目ね、うん、俺も右目です、いいね、右目仲間で、ゆうゆうさんは左、あー俺と仲間や、いいね。なんか聞き耳の方は、うん、あの電話の受話器をパッとどっちに当てるからしいよ。あーなるほどね、え、どっちやろ、俺左かもしれん、じゃあ俺両方やねんな、両聞きかもしれん。いや俺も、どういうこと、どういうこと、はい、違う違う、両聞きってそうじゃないよ受話器2個になっちゃってるよ。どういうこと、バどういうこと、どういうことってジェスチャーされたけど、それ伝わらへんしな、俺にしか、うん、俺にしか伝わらへん上で受話器が分裂してたわ今、うん、見ざる聞かざるみたいな、新しいやつじゃん、受話器2個ざるみたいな、うん、やめてこの2個ざるね。いやマジで、うん、両方かも。でもスマホ触ってたらさ、右手で触るから右耳に行っちゃうなと思って、うん、職場のあの普通のビジネスフォン、固定電話の形の、はい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 、受話器どっちに当ててるかなと思ったらあの右手でメモ書くから左耳やねんか参考にならん。はいはい、あ、そう、今熊田さんもそれ言ってくれてるわ、受話器に関しては右手でメモ取るから左耳に当てるように強制してるから要注意だねって。分からへんもんなそれ。それ両利きの人はそれできるかもしれへんな、どっちでパッと取るかみたいな。うん、確かに、うん、俺利き耳どっちやろう、ま、話をさ、なんかちょっとなんか聞こえづらい時とかにさ、あの手でさ、うん、こうやってやったりするやん、こう耳に当てて、はいはいはい、はい、それをパッと、そう、なんてってやつ、それをパッとどっちでするかみたいな。でもそれ右利きやから右手やなまあそうか、まあ、受話器ちょっとむずいな、なあむずいよ、ね、そう言われると、うん、だから他の理由で受話器に耳に当ててるやんと思って、うんうんうん、あとはなんか片耳イヤホンするときどっちが多い。あーなるほどね、あ、それやったら俺右が多いかな、そもそもやらんけど な、そもそもやらんけどな、俺片耳気持ち悪くて、バランスがな、うん、両方からちゃんとステレオでなっとんじゃいってな、そう、両方からちゃんと聞こえてないと無理。はい、はい、片耳イヤホンするときに、はい、音楽が聞けたんやけど、うん、聞けへんくって、うん、片耳にするのか、うん、他に聞かないといけないものがあって、音楽をサブでしたいので、ほんまや、かわいい気がしますほんまやな、大事な話を聞こうと思って外したのが右耳やったら右利き耳な気がするな。確かに、わあ、これ答え出ねえぜ、答え出ないね、そういうことさ、こうやって、うわ、船、ああ、確かに、だからイヤホンが両耳についてて正面から人に話しかけられた時に、うん、え、ごめん、なんてっていう時にパッと外すイヤホン、
はいはいはい、まあでもそれ右利きやから右手が動いてるかもしれない。でもこうやってやってこうやってやってる時にさ、うん、話しかけられてえあってやるやん。右手なんか書いてて同じようにやったシチュエーションね。両手塞がってます。いやそれじゃああれか。右手でメモを取っててイヤホンしながらそのシチュエーションないか。いやあるかもしれん、あるかもしれんから一回喋ってみるわ。両耳イヤホンで音楽聴いてて、うん、かつペンでなんかこう紙に書いてると、やべ雷鳴ってる、はい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 、で誰かに話しかけられたな、話しかけられた気がして、えごめんなんてってイヤホン外すときに、うん、わざわざペン持ってる手で右耳外すか、塞がってるし左手で行くか、いや右手がペンで文字書いて動いてるからもうそのまま状況が特殊、もうわからんわからん、もうわからんよ、もう危ない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 、一歩一歩、結果わからず、結果わからずやで、ね、これま、あ、レコードセレンジ成功した。うん、ナイフ説。あされ。これ何これ。お、え、レコチャレ2枚成功した。やったー。ナイス。これ、やばいやばい。やっちゃうぜ。やばいやばい。人の声が判別しやすい方の耳って君に該当するんですかね。あ、でもそうなんですよ。ミュートしてミュート、ラララララ、全部ミュート、全部ミュート、ディスコードミュート、ディスコードミュートした、ディスコミュートした、ディスコミュートした。なんかとんでもないことになってるらしいわ今。ミュートミュートしてっていう天の声の焦り声が聞こえたわ。なんか撮ってんのかな今。でも確かにね、聞き耳ってどうなんやろ、難しいよな判別。うん、目で言えば視力がいい方イコール効き目ではないので、耳も一緒かな。まあそうよね、現に俺がそうやもんな実際。ちょっとお茶飲みます。お茶じゃない、さゆ飲みます。この状態でちょっと危ないな。よいしょ、さゆ飲みます。よいしょ、おい、よっこいせ、うん、あいおかえり、声入れてよいか。あ、はい、大丈夫です。大慌てマンやったな。おかえり。地名叫びながら走ってる車おった。なんでカスカス、どういうこと。カス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 、もうオウムやられたってマジで悲しい。キルログ流れてたやろ。流れてない流れてない。オウムやられた。あ、そっか、俺にしか見えへんのか、仲間にしてるから。悲しい悲しいこと起こりすぎてるけど、悲しいことが続いてるね。そう、マジで絶対に許さん。うん、待って。ああ。ミュートした。そんなことある？これあれな、ワンちゃん俺も危ないな。うん。ワンちゃん俺も危ないな。ちょっと俺もちょっとミュートするか。ちょっと一瞬ミュートするわ。俺んとこは聞こえへん。うちの前をうろちょろしてるわ。はい、おかえりな。どういうこと。そんなことある。ええー、って
どういうことそれ。でもそう、そういう選挙とかああいうのじゃなくて普通にってこと。うん。あ、でも通り回すって言ってる人いるわ。音符じゃねそれ。音符やったか。痛い。通り回す。やとしたらやばいけどな。やとしたらやばいな。地名叫びながら走り回らんといて。うん。配信者キラーすぎる。そう、5分の距離やからさ、ワンチャン俺とか危ないかなと思ったけど。まあ、大通りやからな、こっち。ね。呪いついた。そう、侵略者やねん。え、呪いもついたん？うん。呪いもついて、恩も失った。敵取った。あ、行って行って。じゃあファントムと侵略者と、うん、スケルトンに襲われてる状況で、結構な音量で我々なんとかなんとかですって言いながら地名バシバシ喋るから。真に進むべきはそいつじゃない。いやマジでそう。治安強化がうんぬんつって走ってたわ。いっちゃんちん悪い人いる。お前のせいで治安悪なるぞ。おら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 ちょっと鼻噛んでくる。あ、はいはいはい。お米どこだ俺。近くにいると思うよ。トライデンの音聞こえた。あー、いた。よいしょ。ガイーン。ガイーン。ミュートします。はい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。アイさんのトライデントは将来ついてないの？ついてないね。あの中性、え、中性と将来って一緒に行けたっけ？え、将来ついてるわ。将来と激流が一緒につかへんのか。で、将来選んでたのに、もう雷やったのに遊ぶ余裕もなかったって。俺が遊ばれてた。そう、アイデンクリーパーやりたかったな。終わっちゃった。サバイバルやからさ、雷何鳴らすこともできへんからさ、自然の雷雨待つしかないから、結構なチャンスやったのにな。な、貴重なタイミングやった。そろそろ戻りますか。なんか違うルートで帰りつつ探索するか。ちょっとせやな。なんか俺何も取ってへんけど、なんかいろんな草がいっぱい手元にある。ジャングルでも通る？ジャングル通るか。よいしょ。パンダがいたらパンダ連れて帰ろうっと。めっちゃ大変よ、サル。逆寄せパンダってことで。3時間同じ場所にいるとライブになりやすいらしいね、やって。あ、そうなんや。たまにあの雨玉配信で終わったらとかさ。洋館の近くで雷雨来たりするもんな。そういうことやったんか。なるほどね。うん、やばいやばい寝ようみたいな。うん、パンダいるよ。え、その真下のおるくない、その下に。これ羊。あ、羊か。うん、めー言うてる。ややこしい見た目しやがってよ。結構違うと思うけどな。あんな特徴的な生物なかなかおらへんけど。白黒で、うん、よいしょ。タイデンクリーパー、タイデンクリーパーってさ、うん、爆発力が強いこと以外に何かあんの？巻き添えにしたモブの頭を落とす。あ、そういうことか。クリーパーの頭とか、スケルトンの頭とか。あ、そういうことね。へえ。だから首刈りって言ってんのか。首刈り、あ、そうそうそう。へえ。頭欲しいんやけどな、装飾に使えるからさ。確かに確かに。超レアアイテムよ、サバイバルやったら。ね、うわ、すっげえ深い穴ある。怖っ。また青いとはぐれてる。冒険か、はぐれてる気がするな、青いと。これすごいな、ここジャングルやのに砂。
よいしょ。すごい地形かも、うん、頭を音符ブロックの上に置いても楽しいよねって。頭いいよね。でもね、頭欲しい。それプレイヤーをキルしてもプレイヤーの首は飛ばへんよね。飛ばへんと思う。飛ばへんか。無謀すぎる。そんなゲームではない。あれか、砂ってなんかそこな気がする。砂が見える。めっちゃおーい、見えないわ。見えんのか。うん、俺は地下のでっかい海底洞窟的なとこを見つけた。危なっ。海底洞窟いいね。テンション上がるね。死ぬかと思った今。危ねえ。割とキワキワやった今。落下したけど普通に。もうちょっと足のサイズ大きかったら多分死んでたかもしれへん今。足のサイズで死ぬ。うん、あのカスカスやった。ギリギリやった。うん、やっぱこれどこなんや。よいしょ。あー、緑の鳥がいる。海底洞窟は今の葵さんには厳しい。確かに死んでしまうな、葵には。うん、わ、洞窟だ。洞窟また行きたいね、そのうちね。ね、探索配信したい。やっぱ引きこもりすぎやから、やっぱりそうやな。うん、たまには冒険に出ないと。そうだってな、30分だけ行こう言うて行って、もうだって葵はな、すごいドラマを生み出してるからな今。仲間にして吹き飛ばして。ドラマやけど。連れて帰りたかったのにな。な、マジで運命的出会いやったのにな。なあ、マジで許されへん。現実世界が干渉してきてる。望んでない。リアルと現実は両方とも現実やな。リアルとゲームの境目がなくなってるかもしれへん、もしかしたら。悲しいぜ。オウムマイナス1。今んとこ合計マイナス2。マイナス2やね。あの、ごめん、どこいんの。俺もう反対側の海まで出たんやけど。反対側の海ってどこ。海岸沿い。海岸。ジャングル行こうって言って俺まっすぐ行ったつもりなんやけど。俺もジャングルにいるよ今。ジャングルは抜けた。あ、抜けたんや。こっち行こうじゃ。マジで。そのジャングルの終わりが海なんやって。あ、なるほどね。海どこや。よいしょよいしょ。お、晴れた。晴れてないわ、まだ雨や。マッセマッセ。ポライデとギャインしとくか。ギャインしといて、音を頼りに行くわ。クラクション聞こえたけど、プーって聞こえたけど。今のは違う。トライデン違う。今のは違う、うん、うわ、ちょっと待って。今のアクシデントです。めっちゃ気になる真下があるね。座標使わず合流するの冒険っぽくていいねって。ね、いるかよ。確かにいるか。うわー、ここ気になる。覗くだけ。よいしょ。うお、え、よいしょ。あ、なんかすごいぞ。よいしょ。ワンチャン白出しのとこに繋がる説。マジでどこにいんだよあの人。うわあ、すごい。よいしょ。あ、もうあの人地上じゃないや。繋がんなさそう。見つけようがないな、これ。帰る、帰りますよ、もちろん、ちゃんとね。覗くだけですから。ふーん。覗くだけか。あなたっていつもそうですよね。覗くだけっていうだけで。あなたっていつもそうですよね。よいしょ。うん。君は目の前にいたから連れて帰ります。弱肉強食です。え、なんかあれ、なんかかわいそうになってきたから話してあげよう。え、お米ブロック積んだ。土ブロック、うん、積んだ。あ、それが見えたわ。たっか。そんな積んだな。それからどうしたらいいの。そっち方面ってことは。うん、土ブロックのとこ行くわ。オッケー。でもその土ブロックの場所が俺もわからへんっていうね。なんでな。うろうろしてるから。
ね、松明なかったし、未探索っぽかったね、あの洞窟。でこういうのは一回高いところに登ると大体解決するから。痛い、死ぬ。よいしょ。土ブロックの真下まで来た。高いとこに登ると大体解決するはず、周りの木よりも高かったから見つかると思うで。あった、あれや、土ブロック。ニョキって生えてるわ。細っ。あれか、遠いな。な、いい天気。エンパーありますか。エンパーはね、ないです。使い切ってる。あぶねえ、あぶにー、あぶにー。あ、白いオウムいる。え、かわいい、こいつ白と黄色や。白なんかいるんや。白や、かわいい。乱獲しようかな、乱獲。言葉悪っ。乱獲えぐ。数ある言葉の中で一番えぐいやつ使う。生物にとって一番怖い。懐いた、懐いた、やったー。いいなぁ。あ、かわいい。守ってやるんやで。これどうやって固ませんの。ランダムで勝手に乗る。え、じっとしてたら。あ、そういうこと。感じかな。乗せるはできへん。かわいい。あ、乗ったり降りたりする。あ、かわいい。初オウムや。いいね、やったー。あ、お米人かわち。え、なんか原住民に会った気持ちが。なんかいるあっちに。なんか、あ、なんかいる。あ、おお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 、なんかいるな。俺、竹取りの大きな。俺、チャリで来たマンジ。ああ、そことそこが会合することになるんや。そっちに入る方向。いや、知らん。え、全然お米待たずに土ブロックからフラフラ遊びに出かけてここにたどり着きました。俺、次は俺がオウムロストするかもしれへん。怖い。帰ろう。夜来たぜ。夜来た。さっきの海はどこな。帰ろうって。分からへん。エンパで、エンパ4個分ぐらいワープしてきたからもうない。なるほどね。でお米どこ行った。え。ガインガイ鳴らして。あ、いたわ。こっちだよ。どっち。後ろや。え、どこ。いた。え。あ、やばい。来たよ。やばい、俺のオウムを狙うやつが。やめろ、痛い痛い痛い。頑張ってもろうて。やめろ、オウムに当たる。あー、オウムがー。オウム、オウムがー。オウムがー。自ら手にかけてない。え、事故です、事故です。え、何が起こった。車線に入ってきちゃった。あ、飛び立った、もしかして。こっち向かってきてた。ふわりと飛び立ってしまった。当たるかなと思った。当たっちゃった。あ、羽がある、悲しい。よし、そろそろ2人だけの冒険を禁止しようかしら。えぐいやだ、まだチャンス、まだチャンス、帰るよ、まだ帰る、帰る、帰るか。はい、葵は今すぐに牛を見つけて牛乳を飲むんです。わ、うん、かりましたか。バケツないね。さっきの砂のところに。葵どこにいんの。こっち。あ、開いた。社長参戦。いや、まだ遊べます、まだ行けます。僕たちまだ行ける、まだ行ける、まだ行ける、まだ参る。作るか、じゃあ。さっき砂のここすげえジャングルの中に砂場って言ってたところに牛が2匹いてんの。うん、まあ、それがどこかはもう過去の話なんですけどね。俺砂場分かるで、場所多分いっぱいあったよ。あれ、じゃあ分からへん。あの土の塔から見えたよ、砂場。あ、そうなんや。こっちやと思う。
まあ、そのいっぱいあるよっていう言葉を聞いてからちょっと不安やけどね。あっちね。こっちです。こう多分こっち。よいしょ。あー、落下ダメージ痛い。まあ、松明あるからこの辺。ハサミを持ってるでしょ。持ってるよ。羊がいたんでしょ。羊毛を取ってベッドを作りなさい。あぶね、死ぬ。松明が並んでる。あれお米？うん、松明置かへん。あちゃん、あちゃん、あちゃんどこ行ったん？あ、円盤で飛んだ。ああ。こっち行って言った方角にピョーンって。あの松明は何や、この。あれか？川沿いの松明。ほぶて、ほぶて、ほぶて、ほぶて。やっぱ雲の声がする。ね、後ろは振り返らない。うん。どうして迷子になっていくのかな。あおちゃんどこ？カカオ持って帰ろう。カカオいいね。カカオってさ、あの形になるんやっけ、うん、あ、置くとかは無理なんちゃう。素材になっちゃう気する。シルクタッチできる？無理か。ならんと思うな。あ、ならんわ。やば、クリーパーかける2。よいしょ。なあ、水があってよかった今。疲れ。どこにいるな、あおちゃん。どこにいるんやろ。あば、敵だらけや。いてー。葵とは会えないかもしれない。よいしょよいしょよ。俺は一生懸命まっすぐ走っています。俺があっちって言った方向なかったかも。砂じゃなかったかも。あ、なんか松明、明かりがいっぱいある。うん、ちなみに今マイナス615マイナス130です。マイナス615マイナス130マイナス615マイナス130。こっちか。あ、やばい、あぶね。違う、こっちや。向かいにジャングルあるねって言ってジャングル入ってきたところまで帰ってきたわ。あ、帰ってきたんや。なるほどね。よいしょ。あ、来た。あ、いた。ほんまや。あ、そうやな。これそうやわ。ね、こっから入った。ってことは、ってことは、こっちは帰り道。こっち行けば帰れるな。こっちや。よっしゃ。帰るぞ。あの、途中で牛探さなまずい。よろしく。大丈夫。最悪、うちに解毒薬いる。ほんまや。うん。医者にかからないと。そっちやっけ帰り道。え、知らんよ。こっち、こっちに行けばって言って、あの、お米が喋った時にお米が向いてた方向にまっすぐ行ってるけど、今。それ砂場やと思う。帰り道はもうちょい右やと思う。あ、もうちょい右なの？オッケー。あ、怖い音がする。俺の泳ぎとどっちが速いかな。いた。あ、俺の方が速いね。いて。いたい、あいつ。どこにいんのファントム。結構後ろの方やった。ほんまや。松明発見。対岸に松明発見。向かいます。向かいます。さすがに当たらへんかなあれ。いる子や。はいえー、船より早い。いいね。さすがに当たらんか。到着。帰ろ。対岸到着しました。え、泳げー。白出しが育成中、まずい。え？村がある、まずい。これ以上近づけへん。どういうこと？まずいな。うん。牛おらへんかな。よいしょ。カカオはジャングルの木にくっつくときのみあの形になる。あ、なるほどね。育ったときとかなんや。へえ。あれ可愛いけどな、ペッてついてたら。なあ。あ、マー君おかえり。またまたこんにちは。おかえり。おかえり。お米どこ行ってんの？同じ方向に行ってるはず。え、対岸の松明に来た？対岸の松明には来てない。あれ？なんで来ないんだ？あれ？あれ？よいしょ。まあなんか、まあいいか、行くかって言いながら、その手前ゾンビと戦ってる時間に全然方角変わってたもんな、あの人。嘘。よいしょ。まさか映った。
迷子の力がまさか映った、そんなまさか、まあ、これ白だし違う、ケムケハウスかこれ、え、あのコンクリート、え、でもこっちに家なかったし、まあ、ボタンにせいか、望遠鏡ないから分からへんし、村やから近づけへん。ちょっと遠回りで牛探そう。あ、ここはケムケハウス。マジで言ってる？こっちにぐーっとぐーっと行ったら、あの着くよ。俺も帰りたい。ケムケハウスが来たってことは勝ちや。ネーザーゲートがある。勝ちやな。勝ちや。いて。よいしょ。トラック乗ってるので運転中は個別できなくて、ああなるほどね、えらい、ちゃんと、えらい、ちゃんと運転集中してえらい。ここはなんか、なんか知ってそうな地形な気がするけど。牛おらんのか、牛がね見つかり次第ケムケハウスを紹介しに行くよ。配信に映らへんけど。いや俺が映しに行くよ。そうケムケハウスどなたの家だっけって来てるからね、ちょっと映しに行かないと。うん、牛こんなおらへんもんな。でも全く違う方向に来てる説ある。これ雪山来たけど、でも行った。この世、この世から牛おらんなった。松明ある、こっちや。イルカに手綱つけて乗り回すのも楽しいね。イルカって手綱つくようになったん？え、そうなんや。え、分からん。知らん。トーゴマンとかジャババンいけんのかな。イルカって手綱つくの？使わへんと思ってた。リード、いやでも試したことないかもなあ。リード今手元にある。あった、キムキハス来た。ナイスナイス。牛紹介しといて、うん、俺近くに牛探してる。詳しくはやってみてほしい。お、マジ？やる価値あるな。なあ、今リード持ってるし、ね、さっきイルカいたよ。あり、牛おらんすぎやろ。到着、ケムケハウスで襲撃イベント起こして俺らで攻略するか。最悪や、もう全て失う。はい、全然今弱いのに。こちらケムケハウスです。よいしょ、到着。まあ、ケムケハウス元い、ここはあれですね、旧白出し村ですね、ここは。うん、白出しが、まあ、今はあの地下に住んでるけど、あの桜村、うん、に住むより前、なんか桜バイオームが実装されるより前に住んでた村ですね、ここは。はあ、飲めた、虫いた。よかった、村の淵にいたから今めっちゃハラハラしながら飲んでた。これだぜ。それでここでね、あの白出しのあの村人のね源泉とかやったりとかね、森田さんね、無限の森田さんとかね、林田さんと、そうそう、ここでね過ごしてたんですけど、まあ、桜バイオームが実装されて今の桜村がマジでロケーションがいいってなってお引越ししたって感じやな、白田氏は。そう、桜のアップデートのタイミングで。そう、よっすー、あ、おかえり、ただいま、うん、引っ越しして、でさらに洋館を俺らがやってるから引っ越ししてって感じやな。せやな、スケルトンホースもここに縛り付けたままや俺が。な、なんか馬もう一匹おった気がするんだけど。かな、で、あ、そう、これがあれやね、俺が置いて帰ってる馬、名前は誰が何と言おうと馬っていう名前のロバがいます。ロバやな、もろいなこいつ。誰が何と言おうと馬です。元気？縛りつけてるけど。お願いします。でケムケハウスっていうのは黒ミドルハウスを作ろうってなって、確かあれ3周年の時に作ったよな、確か。そうやな、やんな、黒ミドル3周年ファミリーを招待してお祝いしてもらったりとか。そうそう、3周年イベントでファミリー呼ぶための家作ろうぜってなってできたのがこれ、はい、ね、うん、
ちゃんとイタホンになるからね。ペンポン。はい、どうぞ。で詳しくはね、黒ミドルのアーカイブにある3周年の記念配信を見てもらえるとどんな感じやったかわかると思う。実際にファミリーが来てピンポーンって鳴らして黒ミドルがお迎えするっていうね。やってたね、うん、そう、アーカイブもチェック。で、この内装はまあ白だしような、これ内装やってくれたの確か。そうですね、もうほぼほぼ白だしですね。ちょこちょこ手伝ったけど、まあほぼ一人で。これうわこれやったな、これコンクリート大量に作ってな、作ってってやったなこれこれをバーって作ってそのまま空き家にしてないぞ、うん、思い出されるね、コンクリを作る日々が。そう、オシャハウスやねんこれで。そう、ここに広間があってメンバー全員ここでこう喋るみたいなのをやって、で、あくびしている、はあ、んあくびするような子に育てた覚えはないのにな。育ちましたよ、しっかりと。うん、よろしい、ありがとうございます。はい、でここが、2階が各メンバーの部屋ですね、うん、なんか知らんもんついてるけどこんなんついてたっけ。それすごくない？これ誰がつけたん、これ頭分からん、分からんけど、それさっき言ってたやつやんな。タイデンクリーパーでレアなやつあるな、ここにレアなやつあるな。まあ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 あって、左から米玉、おんぶ、白だし、葵の部屋で、米玉の部屋はこんな感じ、この狭い部屋ね、ちまっとした部屋で、これ音符の部屋、こんな感じ、自然あふれる部屋ね。せやな。で白だしの部屋はこんな感じ、この窓がおしゃれよね、白だしの部屋は。うん、これ絶対いい暮らしができそうっていうね。なおしゃれよな。うん、うん、あ、古代都市にもスケヘッドあるよって、あ、その時にあれかな、持って帰ってきたのかな。あ、説ある。なるほど、そうかも、確かに。なんか祭壇みたいな感じで置いてあるわ。2回行ってるしな、古代都市俺ら。そうやな。確かに確かに。それやな。で、これ青いハウス、青いのね、部屋ね。はい。そう、青です。青です。かわいいでしょ。各メンバーのね、色が出てる部屋ですね。うん、そう、チェーンでつなぐべきもね、この時からやってる、白だしは。これね、かわいいよね、これ。俺もやった。俺はやってないか。俺は上から釣ったんか。俺、チューブラリンやね。俺がやってんのは。そう、つるし。つるし。つるし植物のことなんて言うんやろ。もうなんか、わからん。白だしのさ、花屋に行ってさ、うん、その種類の話をしたら、もう、つるしって呼ばはるからさ。あ花屋はつるしと呼んでるけど業界用もね、うん、なんて言うんやろ、吊り下げ観葉植物、おしゃれよな、おしゃれ。でここが、テラスな、ちゃんとバーベキュー焼くやつもあって、うん、ね、作ったね、バーベキューして、ね、あ、やりたいっていうね、黒ミドルハウスが実はあります。あるんですね、黒ミドル高校とはまた別のあれやな、黒ミドルの集合場所みたいな感じやな、これな。いや、そうやな、うん、花屋さんだけあってボタニカル装飾うまいよね。ね、空間の装飾がうまい、これはなんだ現在転がっているおにぎりより君だよ俺かそれ以外に誰がいるんや記憶なくなってるやん。焼きタラガワンスタックダイヤ3つダイヤモッドって書いてあるわあーで、なんかエンチャボンとおすわけです、村人構成の成功を願ってその辺のおにぎりより。あー、なんかしてたやな、この時。うん、いいね、常時転がってるかもしれん、もしかしたらあの手紙なんなら1年前ぐらい説あるからな、全然そんなにかありえるな。うん、
ね、モダン建築いいよね。おしゃれ。お米さ、はい。エンダーチェスト手元に入ってたりせん。あるよ。ちょっと貸してください。着な、外に。じゃあ、テキュア。荷物入れて帰る俺も。パンパンあったからさ。よし。じゃあ煙気の村も紹介できたし帰りますか。帰りますか。これどうやって帰るやろな。帰れるかな。ネザーゲートで行けるんじゃない。でも。あ、まあまあまあ、そうか。まあでも徒歩でも帰れるよ。道覚えてる俺。すげえな。多分覚えてるはず。俺は覚えていません。何も。また夜になっちまうぜ。これ消していい？待って。あ、はい。あ、うん、大丈夫。大丈夫、大丈夫。寝ていく、一回。どちらでもか。寝ていくか、せっかくやし。各部屋でね。うん。夜を待ちましょう。いいね。良きですね。なんか久しぶりに、なんか別荘に来た気分。なんか確かに、うん、別荘に遊びに来た気分。ちょっとなんかゆっくりな、うん、休みを堪能してるみたいな。でもこれいいよな。こう一つの家でさ、4人の部屋があって、ちゃんとな、個室が。それを森の洋館でやろうっていう企画ですからね。そう、もっとでっかいやつね。ファミリーみんなで、そう、でっかい版、でっかい版ね。絵画も色合いが合ってて、おしゃ、やったね。そう、ここな、この部屋めっちゃみんなからおしゃれって言ってくれんねんな。うん、おしゃですね。いいですね。お米んちっぽいな。今のオレンジ確かにちょっと近いかも。リアルお米んちに近い。確かにちょっと近いかも。あなたはそういうのが好きなのね、にやり。そうなんだよ、にやり。イエス。意外とね、部屋真っ黒って思われがちかもしれへんけど、部屋黒くないっていうね。部屋真っ黒、えぐい。部屋真っ黒はね、やみそうやからやめた。まあちょっとな、高級感はあるかもしれへんけど、白黒やと。うん、なかなかね。なんかカーテンとかもさ、ほんま最初、うん、ほんまの漆黒にしようかなと思ったんやけど、黒、はい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 、あのやめた方がいいって言われて。ああ、やめた方がいいよ。でその時はなんで、え、別に黒でええやん、黒が好きやねんしって思ったけど、今はやめててよかったなって思う、うん、部屋明るくあってほしいよな。部屋は明るくあってほしいわ、やっぱり。気づいちゃった。部屋は明るくあった方がいいって。うん、なんならカーテン白でいいわ。なんなら、いや、そうよ、ベージュとか。そうなんよね、実はそうなんよ。そう、黒がね、映える部屋がおしゃれよね。だからちゃんと映えさせなあかん。ポイントで使わなかった。そうそうそう、黒は全部黒はまたちゃうかもしれん。うん、俺だからあれやもんな、オレンジデスク周りだけやもんな、黒いの。あー、確かにね。他全部黒の印象ないかも。他全部白とかベージュとか。え、寝てください、就寝時間です。いい景色だ。おい、やべやべやべ。おいおい、クソガキ。あ、寝てください、就寝時間ですよ。寝てください、就寝時間ですよ。ああ、怖い。怖い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 。扉貫通してた。うん、なんかダイヤモンド入ってる。なんかダイヤモンド入ってる。これあれかな、ファミリーがくれたやつかな。ああ、そうかもね、ワンちゃん。そうかも。あー、来た来た。ああ、もう朝日が完璧。これもう日当たりがもう、入り方よ、日当たりが神。窓東向き、いいな。俺こういう部屋住みたいわ。わ、もうこの感じね。あ、もう最高やん。俺これやったら朝起きれる自信あるわ。自信あるんや。自信ある。だって気持ちいいやん、朝起きの。なんかこんだけさ、パカーンってなってたらいいね。朝日が超眩しいよ、これ。鍵がおしゃれ。
よし。いいな。あ、おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。いや、この感じいいよな。いいな。シェアハウスの。この2階の廊下でな、ずらっと。な。配置がいい。うん。こういう家住みたいな。いいよね。みやくんいらっしゃい、こわめ。いらっしゃい、こわめ。いらっしゃい。まあね、なんか装飾に使える草花を集めに行くか言うて、気づいたらこんなことになってましたけれども。はい。大冒険やったね、なんだかんだ。オウムを仲間にしてオウムが死んで、オウムを仲間にしてオウムが死んで。迷子になって、ここにたどり着いて、帰りますか。今から帰ります。すごいな、オウム2人ともロストしたもんな、気をつかまえて。もう、そんなつもりなかったのに。ね。こっちじゃないわ。懐かしい、ここから出てくんの。なんか懐かしさを感じたわ、今。そう、ネザーゲートの、こっちに行くと中央広場で、こっちに行くと、まあ、米玉宅と葵宅があるんやけど、うんうん。白出したくは、ここ。旧、ケムケハウスはここ。旧白出したく。そう。ここはね、実はね。そう。その奥に、あの、スケルトンちゃんは、あ、クリーパー。クリーパートラップを作りました。ああ、この奥なんや。へぇ。また行ってみて。まあ、エリトラない。俺らには関係ない。そう、火薬取れるだけで経験値は入らないんでね。せやな。で、こっち行くと、白出しの桜村やね。そうやね。だから、そう、実は通ってたっていうね、近くを。そうなんや。ね。よし、帰るぞ、洋館に。行きますか。いや、でもゲートつなげといてよかったね、これ頑張って。マジでそう。超楽。ああ、ここかーってなった後な。うん。ほんで、まあ、帰り方わからへんねんけど、みたいな。そう。ありえたもんな。あ、もうね、ここまで来たらもうね、よく見た景色を。慣れ親しみすぎた景色。ね。おかしいよね、出るときあんなウキウキやったのに。いろいろ失って帰ってきたっていうね。冒険行っちゃうって。日の光浴びようぜって言ったのに。いいね、冒険してたね。冒険はした。装飾1ミリも進んでません、ちなみに今日。まあこれはね、未来への投資やから。投資投資。何が集まったかちょっと見せましょうよ。どこに見せる？なんかチェスト1個ポンド出すか。今、うん、手荷物いっぱい。じゃあ、どっか空いてるか、こことかにしようぜ。よいしょ、OK。一番下の段に。俺は。よいしょ。ん？おぉ。おぉ、なるほどね。まあまあ、ツタ64個いいんじゃないですか。まあ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 。以上？もしかして。あら。あれ？まあ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 、俺がこれより少ない可能性もありますから。でも見て。ん？あら！白出し村から爆発。ちょっと強くなったよ。ああ、なるほどね。うん。アイテムも集めず、物パクってきて帰ってきたんや。うん、ダイヤモンドの剣にもアンデッド特攻がついた。よかった、ね、使われてない装備を拝借しました。まあ使われてへんからね。うん、それより強いのみんな持ってるから。まあね。いや俺は、はい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 、もういいですね。はい、もういいですね。はい、はい、うん、これ取りに行ったからね、ちゃんと。あの、昆布取りに行ったからね、今日。取ってへんやろ、君。ほんまや。忘れてた。これ取りに行ったからね、今日。これと、うん、これと、これと、うんうんうん、これと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 、うん、これ。レコードチャレンジしてたし。シーランタンあったんや。なんか転がっ小さいやつ？なんか。なんうん、転がってた、なんか。遺跡みたいな。そう。レコード、これ左側、あんま見覚えないかも。メロヒ。メロヒ。聞けるっけ？レコードあったっけ、ジュークボックスって。ジュークボックスどこにしまってるんやろ？ジュークボックスって、
簡単に作れるよな、確か。ダイヤ1個いるけど、あとキー。あー、ダイヤか。ダイヤがね、ジュークボックスあった気するな。なんかあの古代都市にさ、なあ置いてたよな、めっちゃ行った時のえ、エンターチェスト各自帰ったか、家に持って帰った説はある。あ、レコチャレしないと手に入れられないやつやって。ちょっとレアやん。ちょっと聞いてみたくない？これ、なね、ちょっと取ってくるわっていう距離じゃないねんな、エンダーあれないから。確かに、まあ、ダイヤ自宅に帰るか一回、俺んち。まあ、そうするか。であそこの前で音楽聴きながら終わりますか、うん、オッケー。今日は洋館関係なかったな。まあたまにはそういう日があってもいいんじゃない。まあまあまあ洋館のために動きましたから、ね、悲しい思いもしましたけど、うん。今日はそういう日やったということで。俺はね、自分の手であやめたからあれやけど、ほんまや、うん、よいしょ。よし、ほな最後のレコード聴いて終わろう。どうしよう、2枚やったからな。あ、1枚しか持ってきてない。え、なんかレアっていう方だけ持ってきた。右もワンチャンレアかもしれへん。確かに詳しくないからな。取ってくるか、じゃあよろしく。さすがに取ってくるか。マッセマッセ、こういうところがね、お目玉っぽいよね。この段取りのね、うん、別に2個持てばいいところを、2個持てばいいところを1個しか持たず取りに帰るわって、割とよくあるっていう、このね。なんかさ、話しながらさやってるとさ、うん、これエペとかでもそうなんやけどさ、喋る方に意識集中しちゃってさ、はいはいはい、結構マイクラ結構あれ、ね、おざなりになんねんないつも。分からんでもない。うん、だから俺いつも個人配信とかでもさ、釣りした後とか荷物整理しながら喋ってる時とか一向に進まへんもん、荷物整理。同じとこパカ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 開けてチェストをバッタン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 してな。うん、なんか素材のとこにまずゾンビ肉直して、で次、鉱石を鉱石のとこに直して、次また素材牛なんか皮をまた素材のとこに直してみたいな。一回入れればいいのに一個ずつ開けてるからさ、パカ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 ってなってる、いつも。よいしょ、帰るぞうおー、やばい、圧がすごい、あー圧がすごい、圧がすごい、痛い。ほら、よし、行くぞ。助け立ちいたす。危な、めっちゃちょうど嫌なあれやめっちゃちょうど嫌なあれや。めっちゃちょうど嫌、うん、めっちゃ安全。レコードってスポナー以外のチェストからも入手できる。そうね、確か廃校とかにたまに入ってるよね、レコード。うんうんうん、よいしょ。俺逆に、俺レコードチャレンジを知らんかったからな、俺逆に。ああ、そのスケルトンに打たせれば、うん、落とすみたいな謎やもんな。クリーパーからレコード出るってやつ何者なんやろな運営の遊び心かもしれへん。うん、白出しがな、昔最近白出しを知った人は分からへんかもしれんけど、一時期あのレコードチャレンジ職人やったから。マジでうまいな。そう、もう洞窟行くたんびにクリーパーとスケルトンっていう並びが出た瞬間にレッツスタートやからな。うん、レッツスタートチャレンジやー言うてやってたもんな。うん、よし、じゃあお願いします。はい、何がいる？ダイヤと、ダイヤ1個と木、木か。よいしょ、ボキボキ。テストから手に入るのはキャットと13、それだけやと思ってる俺も。他なんかあんのかな。 C418 スターテッド、メロウニー、メロウニー最後に聞いてみるか。オッケー、レアそうって言ったやつこれ回路いらんよな、別に。いらんいらん、オッケー、ぶっ刺し。よし、ちょっと BGM、 まずはBGM 切りました。はいはい、じゃあスタートストラットからいきます。ストラット、
ジュークボックス音出るような俺。サウンド。あ、出るわ。5%。いきます。はい。音ちっちゃ。なるほど。なるほど。いいグルーヴ感でしたね。うん、おしゃでしたね。おしゃでしたね。ハープの音色が非常に心地よ い, いや。低音入ってきたところはちょっと良かったですね。ああ、ですよかったですね。じゃあ、本命の。マカロニー。マカロニー。ここにオウムがいれば。ほんまや。オウムはいないんだ。一緒にダンシングダンシングしてくれたのに。いや、これがオウムの生まれ変わりかもしれん、もしかしたら。なるほどな、魂を受け継いで。じゃあメローに行きます。奏でてもらいましょう。どうぞ。なるほど。やっぱオウムの生まれ変わりかもしれへん。オウムの心情を全て表してくれてた気がしたな。かもしれへんな。なんかごめんな。なんかすまんかったな。すまんかったな。ストラッと流しとくか。じゃあ。ほな。よし。そういうことで。音でかいかな、ちょっと下げるか。ポン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 。いや、これいいね。これいいな。うん。よーし、はい、というわけで、はい、今回なめ玉配信はこの辺りで終わろうかなと思いますので、まだコメントできる方、よかったらおつらいすじゃなくておっと、おっと、ちょっと自宅に引っ張られたね今。おつらめのコメントの方よろしくお願いします。お願いします。はい、できない人は心の中でおつらめと唱えてください。よろしくお願いします。白出し方式だ。祈りを捧げたまえ、祈りを捧げたまえ。で、今日はまあまあ、あの急遽アイテム探索会、はい、なってね、まあオウムとはね、あの運命的な出会いと悲しき別れを5分以内に経験するっていう、まあ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 、命の儚さをね、命の儚さを知れたかなという配信でしたけれども、はい、あのね、建築は進んでいないので、まあ今日ね、ゲットした素材を持って次回かな。来週感想コンボはこれで置けるようになりますから。そうね、うん。進捗遅う。いや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 、冒険ができたから。そうね、はい、みんなの記憶にも思い出にもね、冒険を刻み込みましたから。はい、ということで、まあ、今後ねこの素材を使ってちょっとちょうどね、ちょこちょこ振り出しからもらった汚しの技術をちょっとね使いつつ、はい、角をなくすっていうのをね、ちょっとちょこちょこやっていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。おい、はい。で、今日ショート動画は上がるかな？上がりますかね。上がります、ショート動画は。上げましょう。はい、何かしら上がります。はい、レゴリ。なので夜の20時、楽しみにしててくださいっていうところと、はい、音がちょっとでかいかもしれない、ちょっと下げます。どんどん上がってくるな、これ。はい、
で、今週金曜日は21時からクヨミドロ工房定期配信ありますので、お時間の方はぜひこのチャンネルに遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。いいですか、ちょっと、はい、今あの米玉さんがお時間ある方はって言ったんですけど、はい、今週の金曜日ちょっと大変です、皆さん大変です、大変ですよ、皆さん大変です、大変です、皆さん大変ですよ。え、お時間ない方も来てください。ああ、もう全員集合で、よろしくお願いします。何かあるかもしれないのでね、なんかもう、いや、もうこれ大変ですよ、皆さん大変ですよ、大変ですよ、皆さん確かに大変ですよ、皆さん、うん、今週固定配信はちょっと要チェックということで、そう、29日金曜日夜9時から僕たち4人のね、うん、雑談配信するんですけど、雑談だけではないかもしれないなということで、あれ、はい、特大の、いや、わかりません、わからへんか、何が特大の、あらあらあら、なるほど、はい、ね、遊びに来てください、よろしくお願いします、はい、お待ちしてます、はい、はい、お願いします、お願いします。ほなら、熊田さん、おつらじゃなくておつあめありがとう。ポンチョムさん、いらっしゃい、コマメからのおつあめちょうど終わっちゃった、ぜひぜひアーカイブで会いましょう、はい、ありがとうね、来てくれてちょっとでもお話できて嬉しかった、うん、建築まだは、まあ、次回やね、一旦次回か、まあ次回ぐらい、いたね、ゆいさん、おつあめありがとう、ありがとう、はい、その他もね、配信見に来てくれた方とか、ロムってくれた方、アーカイブで見てくれてる方もありがとうございます。ありがとうございます。はい。よかったらチャンネル登録と、配信の高評価と、通知のオンよろしくお願いします。BGM 止まったな。お願いします。止まったな、BGM。止まってるな、なんか。止まりやがったな。よいしょ。ではまた、今週金曜のクロミドの定期配信で、お会いしましょう。せーの、おつあめ。おつあめ。ほなな。ほなね。じゃあの、おやすみ。